します。JR 九州が開発したのは多機能検測車ビッグアイです。3年前の熊本豪雨で浸水被害を受けた車両を改造したもので、線路の歪みなどを測定するレーザーや時速100キロ以上で走行しながら高画質で撮影できる床下カメラが搭載されています。 AI を介してこう状態の判断をしていくと、人の手を介さずに省力化してこういった検査業務を効率的に進めていくといったことを究極目指したいと思っております。JR 九州は来月から新しい検測車の走行試験を実施し、データを検証していく予定です。